うも皆さんこんにちは。電撃オンラインで仁王の攻略担当しておりますライターの周です。今回はボス戦志山氷河、こちらのボス戦ながらまあながあじゃあまがら直高ながらって言っちゃったまがら直高だったかな、そちらの方やっていきます。一回ね配信ご覧になってたことはこいつやってるのを見たことがあると思うんですが、よいしょ、まずはざっくりとモーションなどを確認しておきましょう。お立ち太郎立ちですね、かの有名な。基本的にはこう今のなんか叩きつけだったりとか、まあ、斬撃を飛ばしてきたりとか大振りなモーションがものすごく目立ちますね、はい、今の突進攻撃も外すとこの叩きつけ使ってくることが結構あります。しないこともあります。はい、これしないパターンですね。しないこともあります。あとは割と近くにいるとこう蹴り、このこれものすごく気力削りの高いんで気をつけましょう。この衝撃波に当たるとダメージになるんでね、結構距離を取って回避するようにしましょう、はい、まあ近くにいるとこのあと大技、はい、切り上げの攻撃してきますね。あとは横の投げとかね、結構回避のしにくい攻撃が多いので大立ちで攻撃範囲が広い分しっかり距離を取るか、しっかり回避をジャストで回避をするか、この辺をね心がけるといいんじゃないかなと思います、はい、これ左斜め前避けがいいですね。もうなんかしれっとやっちゃってますけど、敵の攻撃が自分から見て右側から来るのでそれと反対側の方、はい、こうやって抜けてあげると回避すごくしやすいと思います。こうやって裏も取りやすいんでね、見て、あったあった、この切り上げ切り下げとかもありますね。結構でも素直なんで攻撃方法としては、はい、ではもうこの辺りからざっくりと攻撃しに行きましょうかね、はい、痛い3、はい、よいしょ、抜けてこれの攻撃の後は後ろ強い攻撃とかで気力削りの高い攻撃してあげるといいですね。あ、これはダメですね、はい、もしくはまあこれきっちりね床屋とかも残してくれるんで妖怪技なんかも使っていきましょう。特に1個前のメインミッションに手に入ったたたりもっけなんかは相性すごくいいので、ファイヤー全部当たってくれますかね。これ分かりますよ、これ結構な削り、相手がやっぱ飛び道具持ってない分すごくいいですね、こういうのが、はい、攻撃はねやっぱ素直なんで回避もしやすいと思います。すごく飛び上がったら後ろから一撃でかいの2、3と、はい、はい、1、2、3、はい、これねタイミング見て回避しないと、回避するか思いっきり後ろにバックダッシュもしくは2回ステップして回避してください。これガードしてると多分全部受けきれないのでさすがに3連撃とかは、で無理に大技もあれ取りに行かなくてもいいと思います。属性ダメージもありますし攻撃が結構早いので、よいしょ、はい、2、3、はい、はい、後ろなんで大立ちの一撃、はい、はい、これも一撃でいても大丈夫です。この斬撃の後は大体何もないので、で飛び上がったら後ろで一撃、はい、もうこれぐらいのペースでも全然大丈夫ですよ、これ、はい、一撃、はい、大立ちだとやりやすいんですよね、すごく距離感が一緒なので、1、2、3、あ、当たっちゃった、1、2、はい、あ、たまんなかった。で床闇化すると両腕を解放していきますね。これやるとちょっと強くなります、攻撃が。で掴み技もあるんでこれしっかり後ろに余裕がある場所にしましょう。3、4、5、6、7と、はい、ものすごく連続攻撃してくるんでね、あのブンブン攻撃は、はい、からのドン、これは変わらないです。叩きつけに属性がつくのでこれガード厳禁ですね。掴みがあるんでしっかり後ろ、回避じゃなくてダッシュで逃げるといいです。ただこの後も特に何もしないのは一緒です。こうやって攻撃反撃していきましょう。1、2、
はい、で、はい、3、4、はい、こういうのもありますね。あとアムリタでできたあの腕、攻撃すると今みたいにちょっとよろけてくれます。あれもチャンスですね。でしっかりたたりもっけも使いつつ、はい、酒はきっちり回避しましょう。はい、もう基本こんな感じでもやっていきますよ。はい、切り上げ、叩きつけ、攻撃が強化されるのはもう基本的に常闇。あと投げはもう腕が解放された瞬間からもう使ってくるので、これも意識しましょう。常に投げが来たら回避できないなっていう場所には行かないようにですね、うまく誘導しておきましょう。これの後ろ来たら来ないね。はい、ドン、えい、これですね、こういうのが来るんでね、怖いんですよ。1、2、3、4、あ、ちょっと足りなかったか。よろけて前乗りしてから、よいしょ、蹴り、この蹴りを1、2、3、はい、つかみが来たら今かわせないので、これ来たらこの前乗りして後ろ、背後なんでダメージ上がりますよ。この後は、いや何やから、半やった、やった、ここ結構ね、2、3、近いと3連撃するんですよねこれね。はい、前ロリして3、4、よいしょ、危ない。はいはい、一発入れて1、2、3、4、よいしょ、はい、よいしょ、はい、1、2、3、まあ、これもずっとこの調子ですよ。こいつが結構かなり素直なんで戦いやすいボスですね。よいしょ、はい、2、3、あの3連撃さえ気をつけてれば結構ね安い、ダメージもそんなに怖くないので、たたりもっけ、あーいいですね、いいダメージ、怖い、いいね、腕破壊したから一気に削れました。1、2、3、4、いてー、痛い痛い、1、2、3、4、5、あーいやー、まったく、1、2、3、4、危ない。はい、もうあとはつかみにさえ気をつけていればもう怖いことはないですね。1、2、ケース2、3、はい、1、2、3、4、はい、この毛はどうしても食らってしまうのでね、1、2、1、2、3、たたりもっけ、いけー、最後とどめ、はい、こんな感じで長マガラさん終了ですね。こいつはそんなに苦戦しなくても、ゆっくりきっちり大立ちの距離感さえ分かっていれば倒せるボスなんじゃないかなと思います。最後は本田忠勝に、話しかけて終了ってことで、このミッションもお疲れ様でした。道中編もあるので、そちらの方もどうぞよろしくお願いします。お疲れ様でした。はい。